私の角を見てるのか、フラットスキン。それで何かつくことができるか考えていた。むむ、それもそうだが、角などなくても立派に戦うことはできる。ところで質問だが、もし戦場で多勢イニブゼイだったらどうする？戦略的に戦う。まずは弱い敵から倒していく。その通りだ。絶望的な状況下ではまずは勝率を上げなければならない。死ぬまで敵と戦い、誉れと共に戦場で死んでいく。しかし私は死ねなかった。死に取り囲まれて目を覚ました時、私はまだ生きていた。生還しても逃亡者のレッテルを貼られ、角を切られ、戦士ではなくなり、ただの召使いになってしまったのだ。角を失ったかもしれない。だが生きていればまだ戦うことができる。そうかもしれない。いずれにしろ、私は戦士でもないのにここにたまるつもりはない。どうやらお前は他のよそから来た者たちとは異なるようだ。フラットスキン、お前と一緒に戦ってみたいものだ。仲間にならないか？それは光栄だ。